お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのね最新型クローンデッキというわけでやっていきたいなと思います。で、皆さんね、こうクローンデッキといえば、まあ挙式プラス、まああのね4コスのめっちゃ強いウルトラレアカードいたじゃないですか。はい、もう僕の大嫌いなダークネクロですね。まあダクネがいたんですけど、もうダクネがないクローンデッキなんて見たことないレベルで、まあダクネがねクローンデッキには必須だったんですけども、もうねいなくなりましたね。本当に僕としてはもう万々歳です。本当に大嫌いだったので、はい、っていうぐらいねマジで嫌いだったんですけど、まあそんなこと言うかりにすごい使ってたんですけどね、まあ、そこは、忘れてください。というわけで、今日はねこのねウルトラなしの無課金さんおすすめのね挙式クローン使っていきたいと思います。まあ誰かがこれ使ってました。というわけで拾ってきました。いつものようにパクってきました。というわけでね、今日もやっていくんですけど、元気ですか？元気です。はい、というわけでね、今日もね僕のお家に転がり込んでる焼き鳥さんから元気ですいただきましたと。というわけでスケバレーとかね飛ばしつつ様子見、うー来ました、親衛隊時代ですね。親衛隊はさあ、親衛隊に対してホバとかムートとかでなんかね許容しつつ抑えたりができるので、でここムートで抑えつつハンターの神エムで2発でバルン落とします。お前何やってんのお前、一発も弾出てね今お前一発も飛んでなかったよ。弾切れの時もあるよね。弾切れお前、もう帰れよ、帰れ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 、いらねえよそんなやつ。そう邪魔してるし、それいやいや骨の透明めっちゃ強いやんけお前。あほんと弾がお前弾切れじゃねえ、またおい、さあワンパンで持っていきます。いや、ハント本当にいらないですね。ごめんなさい、ダクネにします。この次からダクネにしますっていうのはまあ嘘で、ハンターがいることによって空へのこうパワーですね、バルーンだったり、まあ、ラバに対してもハンターで先にラバを溶かして嫌な雨でねパピー処理だとか、ハンターいることによって対空お前もう、全然これいいフリーズなんですよね。相手がただただうまいんですよ。これ相手がうまいんですよ。で僕も負けてないです。これスキャミいきます、見てください。チュチュチュン、なるほどね。いいでは見てください、僕の矢の雨に相手はこうもうちびっちゃってます。ダメージ大ダメージ受けてます。さあ今ダメージ的には勝ってるんでね、よしとしましょう。というわけでうえ、これハンターですね。結局ハンターが最強。でもこれすぐ弾切れなんだよなお前。疑惑。で今バルーン来たら1本おられるかもしれないんですけど、まあ、1回こう落ち着いてねさあ形組んでいきます。でこれはホパで守ってもバックアが入って結局ねタワー落ちちゃうので、こう落ち着いてね攻めにつなげるようなホバリングで、さあそしてインドラの敵をスケバレで取りつつ矢の雨を構います。矢の雨を構います。うん、さあさては相手がちょっと上手いんです、相手が上手いんです。矢の雨、あ待って、こうすると相手のスケアミを突破できねえじゃんと誰もがなるんですけど、僕らになるとババでねうえ先読みしました。知ってました多分。で挙式出してスケドラとしてこれも許容します。でフリーズ来たら来たで、その後遅れてねハンターで対応すれば多分いいです。1本折っちまえばさすがにこれだけでキングはいかれねえぞと。さあさあさあ、いけ、あとは気合祈るだけ、頑張れ。さあヤンダーメを適当に打ってフィニッシュと。いや完璧ですね、もう僕の攻めヤンダーメ読みヤンダーメが完璧にね決まりまくった試合だった。記憶ないやつじゃんってなっちゃうんですけど、まあね、なんか言ってよお前、なんか言ってよ。横にいるだけで何も喋れないのはなくない、みんないい話いい話なのかわかんないんですけど、まあそんな感じでダクネがいない方なんですけども、まあ挙式、まあ、ホバかな、ホバスケバレクローンすれば結局強いよねという部分で、まあ最近だと特にスケドラとかやっぱ増えてるので背景がねこう強いんですよ。なのでこうダクネがやっぱ活躍しきれないっていう部分でこのね最新型挙式クローンですよ。さあスケドラ飛ばしてここでインドとかもしスケバルとか、まあ、スケドラとか来てても蓋するっていう意味で飛ばしていきました。やっぱハンター強いですね、これでもラバ溶かせますから。でなんなら生きたらつなげたかったんですけど、まあ
で、これ相手が攻めてきたので守れないんですよ。なので、その瞬間で僕も攻めることによって、こう、まあ、あれですよね。投下交換というやつですかね。君が攻めてきて、僕だけタワー上げるの、おかしくない？っていうところで、僕もね、タワーをもらうと、喧嘩せずにね、仲良く済みますよと。これ大事ですね。いい話。はい、そうなんですよ。非常にね、いい話です。噛んじゃった。噛んじゃった。そこ噛んじゃうか。まあ、本当に今のでも結構大事ですよ、皆さん。今みたいな体育ない状況で攻められた時に見届けるっていうのがやっぱこう結構当たり前というかなりがちなんですけど、ああいうところでいや、やだわがままをねするというのもすごい大事になってきますね。さすが末っ子。末っ子なんでね、わがまま、あ、ほんまバカにしてる。いやマジで大事ですよ、わがまま。甘えるところはしっかり甘えていかないと。甘えん坊なんだ。なんかうざ、なんかうわー、カリカリすんな、カリカリすんな、ほんとに。まあ、そういうことでね、さ、一回防衛ハンターから入って矢の飴をうまく使いつつやっていきたいですね。ババ切ってますけど、少ないんでいいですか。ババ切ったらしいんで攻めたいと思います、ね、聞いてから。で、まあ、一回矢の飴でね、そう、三角いたんでね。で、こっからですね、問題は。で、これもまた同じですよ、守れないんで。で、ちょっと待ってね、守れね、守れね、守れね、投下交換で、いや、あるある、耐えれ耐えれ耐えれ、あら、んやば、ふう、まあまあまあ、投下交換この後の相手とね、したいと思います。あ、もう持ち越す。そうですね、今回あの相手にねちょっと多めに渡しちゃったので、次の今回のねヌーブさんですね、申し訳ないんですけど、あの先ほど僕投下交換ちょっとズルにあったので、ズル、なんだ、そうズルにあったんで、僕は今回ね多めに投下交換させて、あれ同じじゃない、さっき見たな、同じじゃない、一番後ろ右下展開。さあ、僕今回ね逆サイドねちょっと展開しちゃったんですけど、まあ一回攻めつつのバルーン来たらハンターでしばきたいと思います。で、僕クローンとかしちゃって、もうおしゃれにね、おしゃれおしゃれおしゃれか、これもうおしゃれなんですよ。で、おぉ、え？うわ、おしゃれ。やば！ちょっと待って。なんで俺が一番びっくりしてんだ？落ちたやん。今の言い方よ、落ちたやんって。何その言い方。さあ、まあそういう、もうこれだけでね、タワコ落ちてしまって。これが投下交換。投下交換です。これでさっきの分がチャラになりましたね。本当に。なるほど。うん、深いですね。いや、申し訳ない。本当に。本当に申し訳ない。まあ、投下交換ですから。決してね悪いことではないですよというわけで、ババ使いましたね相手が。なので今陸がないてか、もう攻めて、なんならまさか、なんならまさか、なんならこれクローンして、まさかクローンして、まさか早くして、まさかクククー早グッドゲームと、やっぱさっきサンクラ取られたからね。そうですね、さっきの分はここで、これで投下交換ね完成しました。でもそしたら相手1個クラウン足りてないよ、さっき1個落ちとったもん。あ、ってことは次の試合で1個僕が渡せば、まあトントンというわけだよね。で最後3くらいいただいて、まあズルして終わると。あ、ズルした。やっぱこう人生自分がちょっと得したいじゃないですか、わかりますか、この気持ち。ありません、僕だけ、ちょっと待って、僕だけ性格ブスみたいになっちゃう、ちょっと待って、僕はそんなことしないよ。あれあれ、アンチがいたな俺の。いやでもなんか人生、まあ波か、波っていうのがこうプラマイゼロかちょっとプラスがいいみたいなとこない、こう何をするにおいてもだけど、僕はそんなことないよ。まあそういうなのかな。でもなんかね、わかります、ゲームとかするにおいてもこう、まあちょっとはどうせならね、こうプラマイゼロかちょっと勝ち越したいとか、そういうまあ欲があるじゃないですか。ないけどね。ないんか。性格クソブスやんでなっちゃうわ。まあ負けず嫌いなんでね、何でもちょっとこう勝ち越したいっていうのは、ね、やっぱあるんですよね。ちょっとズルしたいという気持ちがね。うん、まあ言い方を変えちゃうとね。あとね、ぶちぶぶちぶ、危ないですね。本当に非常に危ない。あとで殴っときますね。あ、いっちゃった。我慢したんで、せっかく。で、今回相手がクロスなんですけど、まあ、ダクネがないことによって。あの非常にね、これクローンすることによってルートをね変えます。うわ、そうなんですよ、もうわがままなんですよ。またズルした、またまた
ズルしたわけじゃないんですけど、なかなか通んないんですけど、このホバですね。ホバに、なんかいい感じにファイブを外させるって言いますか。クローンテクニックですね。テクニックなのかは分かんないですけど。いや、読まれてます。シンプルにね。シンプルに読まれてます。なんですけど、これ4枚目だけで多分耐えれます。よし、いい話。で、まあ、ここからですよね。どうダメージを通すかなんですけど、1回スケバル飛ばしつつ、で僕から攻めるんじゃなくて、さっきみたいな守りからのカウンターをちょっと狙っていきたいですね。さあさあ、うっとすぎましたよって。このケツババがね、結構相手からしたら苦しいんじゃないかなと思いますね。で、ホバとかを、なんかババとかとあんま巻き込まれないような位置にこう出してあげつつの、すげえクローン打つのむずいな、これ。いい感じのね、ファイバーとか。お、待って、ほら、ホバ外すんですよ。ファイバー。ああ、ほんとだ。そうなんですよ。もう僕、それを知ってるんですよ。あ、よし。そう、うっ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 、うあれそういうこともあるっすね。でこれちょっとムートがいい感じに、やべ、ムート使ったな、やばい、次やばい。まだババがあるんで一回耐えれますよね。一回ババからの何が来る、アーチャー一回ね、一回落ち着いて、いやんですよ、いやんですよね、こんなんも本当に。うん、ちょっと待って、お兄さん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 、やめて、お兄さん、やめて、やめて、やめて。いや、まだ参る、まだ参るぞ、まだ参るよ、まだ参るぞ。ウッド使ったか、お前。お、ワンチャリ、ワンチャリ、食らわれるぞ、食らわれるぞ。いけ、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 事故れ、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 祈ることは大事。バイ、ベンズアリー出る。あ、おろ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 、おろ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 、うん、分かってる、分かってる、おろおろ、待て待て待て、事故る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 、おろ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 、事故に限ろ、事故に限ろ、マジでワンチャンスケバレのバカダメージが入れば、確かに、マジか、え、あ、あ、なんで、待って、止め、止め、あ、お、ここ入る、あ、入ってる、入ってる、これはね、あの本当に先ほど言ったんですけど、祈ることは大事、バイベンザーリーデルというところで、あのベンザー選手試合前にいつもこう祈ってるんですよ、まあ、国のためにね、うん、そう、マジでかっこいいんですけど、マジ祈れば通じます、証明、いい話、いい話ですね。本当に今回の動画はいい話というところでね、今日は終わりたいと思うんですけど、ダクでないんで多分結構デッキとしては組みやすいと思うんですよね、ウルトラ入れないので、はい、というわけで皆さんもこのね、キョスケクローンぜひ使ってみてくださいと、概要欄にね、こうポノスメンバーですね、一緒のチームの人たちの YouTube チャンネルだったり、今日横からね、なんかいろいろ言ってた、焼き鳥のねチャンネルも貼ってるので、ぜひそちらのチャンネル登録と高評価、コメントとかもね、よろしくお願いします。というわけで最後にぜひ面白いことお願いします。今日はいい話がいっぱいでしたね。うん、バイバイ、またねー。